12月11日、12日、両国国技館ピーマン様の初ワンマンライブピースパレード来てくれた方、配信で見てくれた方、本当に本当にありがとうございます。すっごくすっごく楽しかったよ。一緒に遊んでくれてありがとう。で、来れなかった子、また次は絶対一緒に遊ぼうね。お前らの顔面見てやったぜ。でもなんかね、ファン層がすごくて、どういう子たちが来るのかなってずっと想像してたんだけど、もう全然想像が違って、めちゃめちゃ可愛い子から、ガチガチに僕が大好きなオタクっぽい男の子から、いやお前絶対興味ないやろっていうヤンキー、めちゃめちゃ怖いヤンキーから、ニコニコなママと可愛い子供と、絶対来るの嫌だったんだろうな、仕方なく行ってやるかっていうパパ、もういろんな人たちがいて、すごいびっくりしました。見えたー、すごくない？じゃあ待ち、けイケメンを探せ。これ全部お相撲さん、ケーキももらったの。かわいい、クッキー可愛くて食べられないよって言ってたら、友達がじゃあ食べてあげるって言われて、これ渡された。そういう意味じゃないだろ。保護させてたら変なツイート見つけた。ピーマル様のライブ行ってきた。2割くらい何言ってるか分かんなかったけど楽しかった。僕もね、終わった後ライブ見直したんだよ、スタッフさんから映像もらって。そしたら8割くらい分かんなかった。これ2日目の写真。わーすごい、これの右足。え、この子かわいい。え、隣もかわいい。え、隣もかわいい。え、怒ってる？君は楽しんでる？皆さんたくさんお手紙もありがとうございます。なんとお手紙の中にデスノートが入ってました。怖い。でも中身は僕の愛が長文に綴られてました。いや、もっと違うのなかったのかな。本当に皆さんありがとうございます。2日間とてもとても幸せな時間を過ごさせていただきました。本当に本当に本当にありがとうございます。涙ピョーン。ツイキャスの方でまだライブが見れるので、気になった方はぜひ見てってね。